戸木神社に来てます。八戸木でいいと思うんですけど、ちょっともうかすれて見えないんですけど、春日神社の四神を祀る神社ですね。で、もともと八戸木と春日神社があったんですけれども、社地を交換して春日神社一社にして社名を変えたのが現在のものと。で、神仙を献上していって若宮社の鳥居を下げられるのが慣例となっていた。で、明治39年に改築したものらしいです。じゃあ見たいと思います。駐車場はちょっと特にないので、脇に止めて邪魔にならないようにしておくしかないかなと思うんですけど、参拝殿ですね。社務所はあるんですけど、まあ人はいないんで御朱印はちょっといただけないと思うんですけど、今日は雪ということで思い切りますね。かやぶきの吹き替え、そうですね、珍しい。確かに珍しいですね。かやぶきはもう割ともうないですからね、ない、県内唯一だそうです。ここしかないってことですね。こちらが御観殿ですね。春日四つ柱なんですけど、そういう印象あるな。どうなっているのかわからないですけど、ここは後でちょっと増設してるみたいなので、ちょっと違う神社かと思うんですけど、こっちは5つ本殿があるので、わからないですけど、まあ一番1の殿、2の殿、3の殿、4の殿、5の殿ですね。グリさんがいないので赤目さんがいないので、ちょっとどれがどうっていうのは何とも言えないところなんですけど、6社ですね。6社の神社になっちゃうんですよね。1,2,3,4,5,6 ですか。6柱の数ですね。そうすると、ここには菊かな、椿じゃないと思うんですけど、塩だから、ちょっと重みがありますね。ぜひ参拝しに行きます。